お疲れ様でした。オリホー勝ちました。オリックスバファローズ、第7戦明日へつなぎましたよ、ね、いやー行ってきましたよ。いやー気持ちいい試合でしたね。ねえ、昨日言ったじゃないってね、由伸がねえ、もうこのまま終わるわけがないって言ってね。うん、そしたらもうこれですよ、14奪三振ですよ。ええー、日本シリーズ記録ということでね。うん、またあのいいお土産いただきまして、ありがとうございます。いやすごい、もうね下がね、皆さんもう選手をね送る人たちでね、これ下通るのかな、これ選手待ってますよね、これね。ちょっと映せないですけど ね、今日はだからちょっと由伸さんがですね、まあ、ちょっと最初はね、ちょっと最初はまあヒヤヒヤをねさせていただいて、まあ、あれですわね、エンターテインメントなんで、まあ、最初はねちょっと、まあ、見しといて、演出しといてっていうことだと思うんですけども、まあ、ちょっとノイジーにね、ソロホームラン打たれて、うん、おやおやっつってね、うん、でその後さ、あ、どうもどうもお疲れ様です。あ、はい、よかった、あ、おりほーノイジーにね打たれて、ちょっとねその後もピンチで、まあ、大丈夫かいなってね。でもあそこはやっぱあの森のね、まさかのねスーパープレイですよ。あれはもうすごかった。阪急の山森さん乗り移ってたね、あれはね。フェンス際の魔術師でした、あれはね。森友哉まさかのね守備で見せてくれるっていうね、うん、やっていただきまして、であとはだからトングもねナイスプレーあったし、であそこをなんとかね我慢の時間乗り越えて、そしたらもうね我々の知ってる由伸ですよ。もうスイスイスイのスイタラからったスラスラスイスイスイですよ、もうね。ああ素晴らしい、もう気持ちいい、もう三振三振三振ね、ストライクアウトストライクアウトってね、もうどんどんあのね電光掲示板にあのストライクアウトっていうあのねスタンプみたいなやつがねこう溜まっていくね。あれっつって、もうそんな取ってるっつってね、14個ですよ。すごい、やっぱね由伸がね最後に見せてくれたね、オリックスファンにね、うん、大丈夫ですって言ってるように私は聞こえましたね。山本由伸アメリカで、ね、羽ばたいてきます、皆さん心配しないでくださいと言ってるように私はね、見えましたよ。ちょっとねあの7失点のままね、アメリカ行かれたらちょっと大丈夫ついていこうかってなるんだけども、大丈夫、一人で大丈夫ってなことで今日ね見たらそんな感じだったんで、もう行ってらっしゃいっていう感じですよ。まあその前にね明日ちょっと宮城かな、宮城青柳でなんとか勝って、ですけども、あと打撃陣で言ったらまずはまあ大将ね、若月の1、2塁間真っ二つ芸ですよ。追っつけたねあれは。でその後ね中川が犠牲フライ、あれもね中川がね今日は一番でね結構ねいい働きしてましたね。だから私が昨日、あ、おとついの動画で山本由伸は完封しますと、でセデーニョがスリーナー打ちますと、言ったんですけど、山本はちょっとねニアピン完投し9回1失点でね、完投勝利でねいいとこ行ってたんですけども、ちょっとセデーニョはですね3三振ということで、ちょっとセデーニョちゃんはね、明日に温存ということで、で、あとは紅林ですよ。
紅林のツーランがね、やっぱあの3番なんだね、あの男は。どうやら適正打順がね。柳田いる？柳田います？関係ない人います？大阪のね夜盛り上がってますね。さあというわけで、あとトングちゃんのソロね、あれバカでかかったですけどもね、いやいいですよ。マーゴちゃんもね出てヒット出てますし、ラオウもね天井を当てましたし、福田にもヒット出たしね、打線もね悪くないですよね、いいですよむしろね。で明日宮城でしょ。もうこれはもう、T さんはね今日最後ちょっとだけね、あのチラ見させて、中島さんが最後 T さんをチラ見させていただきまして、まあヒットは出なかったけどもね、スーパー泳いでました。 T さんは、クロールしてましたね。ということで、いや本当良かったです。なんとか明日につなげましたんで、明日みんなでね勝ちましょう。私は明日は愛知からちょっとね、日本シリーズを見と、あもしかしたら新幹線の中かもしれませんけども、見届けることになると思います。もしかしたらちょっと新幹線の車内でね、一人涙することになるかもしれませんけども、嬉しい涙ね、ということでお疲れ様でした。さよなら。ナイス勝利。バイバイ。